ヨーロッパリーグ、A クラスの壁が厚すぎる。3位ソフトバンク32勝25敗に分け貯金7、4位ファイターズ28勝35敗借金7。これで7ゲーム差もある模様。面白いのは指標的には同レベルの戦力というね、藤本と新庄の指揮能力にそんな差あるかな？その指標が中継ぎを軽視してホームランを高く評価してるだけや。なお去年の今頃のゲーム差。B クラスが3バカだから残党。ロッテが落ちてくる定期。反り立つ壁。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。